キーオンダレル・ブロックストンは、アメリカ合衆国フロリダ州ポーク軍、レイクランド出身のプロ野球選手、ウトをミギウチ。MLB のミルウォーキーブルワーズ参加所属。愛称は、フラボーイ。2008年の MLB ドラフト29巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名されたが、契約せずにサンタフェ・カレッジへ進学した。トリプル A 級リノ・エイシズ時代2009年の、 MLB ドラフト3巡目でアリゾナダイヤモンドバックスから指名されプロ入り。この年は参加のパイオニアリーグのルーキー級ミズーラオスプレイでプロデビュー。72試合に出場して打率246、11本類打、37打点、6盗塁を記録した。2010年は A 級サウスベンドシルバーホークスでプレーし133試合に 出場して打率22、228、個本塁打、33打点、21盗塁を記録した。また、この年は17、2塁打より多い19、3塁打を放っている。2011年は、A 級、サウスベンドと A 級バイセイアローハイドでプレーし、2球団合計で130試合に出場して打率24、248,7本塁打、45打点。 三十三盗塁を記録した。2012年は A 級バイセリアでプレーし、130試合に出場して打率、267、19本塁打、62打点、21盗塁を記録した。オフの11月20日に40人枠入りした。2013年は A 級モービルベイベアーズでプレーし、101試合に出場して打率、三十一 8本打、四41打点、5盗塁を記録した。シーズン終了後の10月3日には40人枠外となった。オフには、オーストラリアンベースボールリーグのシドニーブルーソックスでプレーした。2014年3月27日に、金銭トレードでピッツバーグパイレーツへ移籍した。この年は、参加の AAQ アルトゥーナカーブでプレーし、127試合に、 出場して打率27515本類五52打点25盗塁を記録した2015年は a q アルトゥーナとトリプル a q インディアナポリスインディアンスでプレーし133試合に出場して打率27310本類六68打点39盗塁を記録した月日にメジャーを結んで アクティブロースター入りすると、同日のコロラドロッキーズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは主にダイソーで7試合に出場し、1盗塁3得点を記録した。打撃では2度打席に勝ったが、無安打に終わった。ミルウォーキーブルワーズ時代2015年12月17日に、ジェイソン・ロジャースとのトレードでトレースパックと共に、ミルウォーキーブルワーズへ移籍した。2016年は、 開幕をメジャーで迎えたが16打数0安打11三振と全く打てず4月17日に参加のトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスへ降格した5月20日に再昇格し25日のアトランタブレーブス戦でメジャー28打席目にしてようやく初安打をバントヒットで記録しているその後も2度昇格と降格があったがシーズン後半には 中堅守での先発出場が増え、最終的に75試合に出場して打率、242、九本類打、19打点、23盗塁を記録した。2017年8月30日のセントルイスカージナルス戦、1点リードの9回表に、アウト1塁の場面で、ランドルグーリチャックが打った大きな打球を、 フェンスの向こうでキャッチして勝利に貢献する好プレイを見せた。ニューヨークメッツ時代2019年1月5日にボビー・ウォール、アダム・ヒル、フェリックス・バレリオとのトレードでニューヨークメッツへ移籍した。5月17日にディーフとなった。2019年5月22日にインターナショナル・ボーナスプールとのトレードでボルチモア・オリオールズへ移籍した。7月21日に ディーフとなった。2019年7月27日にウェーバー工事を経てシアトルマリナーズへ移籍した。レギュラーシーズン終了後の10月29日に FA となった。2019年12月7日にブルワーズとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。